どうもいらっしゃいませ、冬休みのしみです。今日はまたね、あの雑誌のセカンドさんにお呼ばれしまして、まあ、行ってくるんですけれども、でも今回はユーミン&キューティーさんの企画でアメカジ野郎をヨーロッパ風に変えてみようよみたいな企画なんで、あの今回は完全にユーミン&キューティーさんのバーターということでお呼ばれいたしまして、まあ、それで、まあ、行ってくるんですけれども、どうなるんだろうね、そのアメリカものが好きな人をユーミン&キューティーさんがコーディネートしてヨーロッパ風にするっていう企画なんですけれども、だからそれでなんかアメカジ、思いっきりアメカジっぽいものを着てきてくださいって言われて、どうしようかなと思って、どうしようかなちょっとそれっぽい格好にしてみますね。どうでしょうか。なんかまあ俺の持ってる洋服だからさ、どう何をどう頑張ってきたってアメカジになるんだけれども、ちょっとねこんな感じにしてみました。どうでしょうか。アメリカ軍の軍チノ、アメリカ軍のチノパンにコットンアロハです。もうどう頑張ってみてもアメカジですまあそれでなんか今日も長丁場になるから、靴はサービスシューズでいいかなと思ってて、まあ、本当はねこういうのにさローファーとか履いたらさ一番いい感じと思うんですけれども、こんなちょっと見つけられずということなんで、まあ、そこら辺ちょっと汲み取ってよっていう気持ちですまあこんな感じでちょっとアメリカンな感じで行こうかな。これだったらいいよね。どうなるんだろうか。ということで僕がヨーロッパの洋服着るとどうなるんでしょうか。ちょっとわかんないんですけれども、とりあえず行ってきたいと思います。今日はね結構ね長いのよ。高円寺でまず撮って、そっから町田行ってみたいな。でなんだ今朝のね9時40分今撮ってるんですけれども、終わりがね5時過ぎとか5時半とかなんかそんぐらいになるみたい。町田終わりで大変セカンドの人もなかなか働かせるなと思って思ってますとりあえず行ってきます。古着屋しみ、はい、ということで高円寺に到着しました。まあ11時集合で今まあ10分前ぐらいなんで、まあ、もうちょっと時間を潰して行こうと思います。どういう一日になるのやらということで、皆さん引き続きよろしくお願いします。あ、すいません、よろしくお願いします。お願いします。あのアメカジベースにやってきたセカンドでヨーロッパのことは詳しくないから、はい、教えてもらおう。キューティーさんに5万円と10万円で組めるコーデを、お手軽ヨーロッパコーデを教えてもらうっていう。あ、了解です。自信になります。 OK です。カメラマンさんの渋滞止まって遅れてるみたいです。あ、そういうことですね。はい、あ、それではどんなも、あ、カメラ持ってもらいながら客の趣旨をお願いしますみたいな感じで、こんな形で打ち合わせをしております。そっちの方が、あの企画としてこう司会進行役みたいなのが一人いると動画としてやりやすい編集も。あ、確かに。そう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 、区切り区切りが作れるから、前編後編で高円寺編町田編で、でじゃあそろそろお時間なんで行きましょうかみたいな感じで行ってもらいたいとか、そういう系。いや、そういう気いらないかな。なんかこう、よし、やりますか。いよいよ撮影が始まります。これからオープニングを撮ります。どうもフロマンティークのユミとリッチです。いや今日はね、まあ、ついにちょっとやりたかった企画をねやっていきたいと思います。なんとね雑誌セカンドと合同企画では、今回あのお呼びしたゲスト登場してもらいましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんご存知古着屋シミのシミです。アメリカ野郎です最初はグー、じゃんけんぽい。しゃ、ユミンチーム町田で。町田。あ、そうか、俺らで。はい。で、お金ね。はい。ユミンチームが高円寺です。で、次トコラさん対チリさん。10万円。10万か5万か。ここは負けらんないな。チリさんお願いしますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。いや、負けます。でも5万選ぶ可能性もまだ。5万選ぶ10万円です。ありがとうございます。はい、10万円やったー、やったー
やった10万だやったっすね10万待ちだ。まずは高円寺でキューティーくんショコラさんチームの撮影がスタートしました。アイテムを見つけていきたいなと思います。最初はまあキューティーといえばね、はい、おなじみのミニタリアと、まあ、あとはあとでアンコーレにも行って、あっち側にあります。はい、このような形で空き時間に雑誌の写真撮影も進行していきます。あ、でも普通でいいっすよ普通でいいの？いや、今よりちょっと元気ぐらいです。ちょっと元気が、どんな感じ、わかんないあ、こんな感じ、うん、あ、いいっすね、あ、いいっすね、いいっす、あ、いいっす、目線をいただいて、あ、はい、このような形で撮影が進んでいってるようです。超えてますね4万ぐらいはしてるぐらいで、まあ、でもあそこは聞いたことない。まあ今回はただその小物で組みますかなとりあえずね、あれみたい。僕とユーミンくんチーム、キューティーさん、チョコラさんチームで、まあ、なんかコーディネートをするんですけれども、まずね、僕とユーミンくんがじゃんけん勝って町田で10万円コーデなんですよね。で今キューティーくんとショコラさんっていう方の5万円で高円寺でコーディネートを組むっていうで感じで進行してる。でミリタリアとアネモネっていう高円寺のお店の2店舗でやるんですけれども、これねやばいよ、これ結構大変よ。雑誌の編集の人とかも超大変そうだもん。頑張ります。いや今僕は別にあの休憩タイムなんですけれども、相手チームの攻撃なんで僕は休憩タイムでちょっと休憩してるんですけれども、ユーミン&キューティーさんとあの雑誌のスタッフさんは超大変そうです。ちょっと3人とも僕がお茶を買ってる間にアンコールに行っちゃったみたいで、ちょっと偵察行ってきます。このような形で着々と撮影が進んでいってるみたいです。すごい。サイズはいけますかね、うん、入れちゃえばベストの丈ってこんなもんかな、うん、ちょっとこんな感じで撮影してて邪魔しちゃいけないんでちょっと隠れときます。はい、いいですね。いいっす、 OK です。ありがとうございます。こんな感じで雑誌の撮影も進行していきます。さらに撮ってる。あ4年の撮影。どうしよう、やばい、これかける4でしょ。絶対これかける4ですよ、確かに。試着してるとことか。それ各店舗で撮っていかなきゃいけないもんね。きっと同じ人って多分ないな。次の撮影場所へ。なんかこんな感じで次アネモネに行く。でこれ行ったら移動してマチラなの。したら俺の番。高円寺の撮影もいよいよ終盤です。靴との相性まで考えたら価値の加量があって、トータルで見るとちょっとね靴のくすみと合わないかなっていう気がして、もったいないなっていう。靴さえ黒の革靴で買えたら俺こっちの方が好き。パーキンしましょう、トータルで言ったら。じゃあそれを写真撮ってもいいですか。ここ中あ、これをやめますと。ここで美味しいカレー屋さんでランチをしました。閉まります。
ご飯を食べた後でみんなクタクタです。ということで今町田に到着しました。僕の番です。1店舗目の町田での撮影はこちらのジャムさんで行います。ここでなんか僕のコーディネートを組むみたいです。これ一瞬撮っといてもらっていいですか、はい、すいません、はいはい、いよいよ町田組の撮影がスタートです。どうもどうも、ロマンティークのユミとキューティーです。嘘です、ごめんなさい。嘘です、すいません。いや、今回はね、企画第2弾ということで、まあ、さっきは高円寺だったんですけど、今回は町田に来ました。で、まあ町田って言ったらね、しかも予算10万もあるんで、来るとしたらもう一択、まずここ、ジャムさん。まあ、もう前もあの動画で出したんで、まあ、なかなか来たことある人も多いかと思います。まあ今日はね、ここからちょっとやっていきましょう。まあ、ユーミンたちのチームが予算10万円で町田、2店舗で、はい、やっていきます。すいません、ありがとうございます。いいですか、はい、大丈夫です、すいません。ここで一回じゃあ。これです、どうぞ。あ、ちょっと待って、やっぱりなかなかいないっすね。あれだ、ないけど、あ、ビヨビヨビヨってある。キューティーさんがカメラの設定を戸惑っております。カメラの設定は結構難しいです。僕は全部 iPhone でやってます。シャッタースピード60にして ISO を調節すれば結構明るめになっちゃうけど、来たことあるんでしたっけ？あ、あります、あります。そうなんです。まあ、本当にアメリカもね、ユーロもどっちもあるんで、うん、まあ、本当マツダっていう街を、ね、選べてマジでよかった。今日どんな感じになる？イメージある？そうですね、もうシミーさんをめちゃくちゃアンティークにね、フレンチアンティークにしてあげようかなって思ってます。まあ、いつもと違うシミーさんをね、ちょっとやりたいと、はい、思ってます。で、こっち側で、で、僕はちょっと清水さんにどんなアイテムをまず欲しいか聞く。じゃあまず手始めにって言ったら何なんですが、はい、これインディゴリネンの、これはハウンズトゥースみたいな感じになってるのかな、ちょっとチェックみたいな形のスモーク、これ一回ちょっと着てみてください。了解です。すげえ、一気に給食当番です、ね、すげえ。ちょっと俺今回清水さんをこうやりたいっていうね、まずイメージをつかみたい。なんか今おもちゃにされてる。まだリカちゃん人形っす。初めて来ました。はい、お疲れ様です。あ、すいません、すいません、これクーラー大丈夫そうです。そうですか、すいません、めっちゃ熱くなります。なるほどね、毛よけ。清水さんまだ回しときます。あ、回してください。大丈夫です。大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。次はこちらで撮影です。2軒目はこちらのジョリーグッドさんで撮影させていただきました。とりあえずこの店舗で最後です。清水さんに着せてみたいという。でもマブワーは、はい、持ってないんですけれども、はい、欲しいです。あ、本当ですか。ゲームフェアですね。あ、おお、ぴったり、すげえ、あ、似合いますね、うん、マブワーは欲しい。ブリティッシュシミ。
バイクの免許を持ってないけどバイクに乗りたくなる。ああ、いいですね確かにそういう時に着るのとか。OK です。こちらがユーミンくんがコーディネートしてくれたユーロ風コーデです。いや、めっちゃ似合ってますね。あ、嘘、かっこよっ。スタイリストユーミンやっぱもうどのアイテムもちゃんといい主張あるんで、しかもこれちゃんとまとまるのがさすがシミさんですね。いや、とんでもない。ユーロスタイル完成です。かっこいいありがとうございます。はい、とりあえずなんかこんな感じでもう着せ替え人形のような感じでなんかおしゃれにしていただいて、すげえいっぱい写真撮られました。どういう仕上がりになるんだろうね。冷静にちょっと恥ずかしいんだけど という感じになりました。相手チームのコーディネートはこちらです。はい、ショコラさん、シミさん、はい、今日は一日お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。パピーさんもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、はい、というわけでいつもの私が帰ってきました解放されましたあとなんか写真1枚撮って終わりみたいで、本当になんかずっと撮影してた撮影したなんかそのこれの模様はユーミン&キューティーさんのチャンネルでちゃんとやる、プラスセカンドに乗る9月の16日発売かな、ちょっと詳しくはちょっと覚えてないんですけれども、そんなようなことでどう映っているんでしょうか。イメチェンしましたチェックしてみてくださいませ。そんな感じでまたあと1枚写真撮ってきますお疲れ様でした。お疲れ様でしたということで全て終了しました。いや、まあ消えちゃうのは普通だと思います。燃焼剤が入ってないんでしたっけ。入ってないです。もうこの動画が面白かったよっていう人も見てない人もめっちゃつまんねえし、キモいしブスだしねよっていうやつもいるかと思いますけれども、全部ひっくるめてチャンネル登録をお願いいたします。泣いて喜びます。よろしくお願いします。